どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。新生活シーズンになりまして、3月もねもう少しで終わっちゃうような1年あっという間ですね、感じになるんですが、今日は、ソニーのね3月の、時点での、新製品の情報について話していきたいと思います。ソニーからですね、たくさん、いろんなね情報が今出ておりまして、先月に関しては CP プラスの時に、2450mm かの、2.8 の G レンズが発売されましたが、僕の予想ではね ZV-E10II がね出るんじゃないかなっていう気もしたんですけど、よくよく考えると2023年も確か 50mmF1.4 だっけの、レンズのみが発売されたので、まあ例年通りであればおかしくないのかなっていうふうに後から思いました。でおそらく、3月のですね新製品に関しては今ね発売がなんかこんな感じだとされないんじゃないかなっていう気もするんですけど、まあ、もしかするとねこれから紹介する製品に関しては4月以降の発売の可能性が高いんじゃないかなと思います。ZV-E10II ですね、これは発売されると思いきや、まあ、意外と発売されてなかったので、まあおそらくこの ZV-E10II に関しては大きななんかこう目新しい機能っていうのはもしかしたらないかもしれなくて、単純にね中身のそのシステム、まあチップが変更されて、できること、まあアクティブ手ブレ補正がダイナミックアクティブ手ブレ補正を使えるようになったりだとか、まあ一部のね変更になってくるんじゃないかなっていう気はします。で若干の値上げが予想されるんじゃないかなと思います。で他にですねカメラのねリーク情報も結構ありまして、皆さんご存知かわからないんですが、ソニーの、コンデジで RX シリーズっていうんですけど、RX100 シリーズが APS-C のセンサーサイズで、 RX1 に関してはフルサイズの、センサーを搭載しているものになっております。こちらのね後継機もうだいぶ前、どれぐらいだろう、もうかなり前なんですけど、5年前とかなのかな、めちゃくちゃ前になってるんですけど、まあこのね噂に関してはずっと出ていて、まあフルサイズカメラのレンズ一体型のコンデジ、これがねリリースされる可能性が、また噂として出てきました。これ本当なのかな。その次に、α7S4 になります。まあ一時期ねものすごい売れた、まあ低画素なんだけど、まあ、暗所に強いカメラの α7S3、 これの後継機になるらしいんですが、これもね僕正直あんまり信憑性高くないなっていう風に思ってて、4はねまだ先かもしかも出なくなるんじゃないかなっていう気は個人的にはしてます。でそれに代わって FX シリーズが何か出るんじゃないかっていう風に言われてます。で FX9、FX6、FX3、FX30 っていうシリーズであるんですけど、でもね FX92 とか62とかっていうのはまだ出てないんですよね。順番的にはそっちの方が早くなるはずなんですけど、なんか結構リークの話を聞いてるとなんか FX32 の方がなんか出る可能性が高いみたいな言い方をされてて、なんか難しいとこだよね。まあ、でも確かになんか一般的なコンシューマーの人たちもプロの人もどっちも買う機種っていうのがやっぱ FX3 なんですよね。なのでそこをテコ入れすることによって、まあ、ソニーのねまあ、一応産業機コンシューマー機っていうところでかなりシェアを奪えるところとしては、確かに FX3 の2を出した方が、まあ、ものすごい、まあ、シェア争いには勝つことができるんじゃないかなと思うので、これはね結構どちらかというと今日紹介した中で ZV-E10II の次に信憑性が高い情報かなというふうに思います。はい、以上がですねカメラ本体の話になってまして、この次からですねレンズのリーク情報になります。前回2月の新製品情報の話にも出ていた 16-25mmF2.8G のレンズが、おそらくそろそろ発表されるんじゃないかっていう風に言われてます。なんかね 24-50mm と一緒に俺出るんかなって思ってたけど、まあ小出しにしていくみたいですね。で 16-25mmF2.8 に関しても結構万能裏レンズになっていて、これ一つね楽しみな形になります。一回試してみないとねちょっとわからないけど、その次のレンズが 24-70mmF2 の大口径 GM レンズですね。でこれもね結構業界を騒がせているもので、まあ、最も近しいレンズだとキャノンの 28-70mmF2.0 っていうものがあるんですけど、まあ、結構ね、まあ、大きくなります。やっぱりこのね
F2 の透視のレンズになってくると。ただ今回のソニーの感じに関しては 4mm ね、ワイドになっている 24mm スタートのズームレンズになるので、まあ、幅広いシチュエーションでね撮影することができるのがやっぱメリットかなっていうふうに思います。まあ、風景も撮れるし、まあ、ポートレートもめっちゃ綺麗に撮れるし、まさにもう超万能レンズみたいな感じになります。ただまあこのレンズ、まあ、焦点距離がね、長いんだけど 70mm っていうところでね、だけどキヤノンのさっきの 28-70 と、同じぐらいの大きさになるんじゃないかって言われてる。まあ、ここら辺はね小型化するのが得意な、まあ、ソニーがやりそうなことですね。で、まあ、実用的にできるのはやっぱ重さが重要なんですけど、そこに関しても、まあ、割と、まあ、ある程度画質はいいし、まあ、F2.8 で妥協のない画質で、しかも持ち歩きもまあ全然そこまですごい苦になるほどではないぐらいの重さに仕上げてくるのかもしれないですね。はい。で、まあ、このレンズに関しては多分ね、うん、すぐに発売されるものではないんじゃないかなって僕は思っていて、結構先、まあ、秋口とか、まあ、もしかしたら夏の終わりとかに来る、夏とかに発売される可能性もあるんですけど、多分秋なんじゃないかなと思います。おそらく金額はね、40万とか多分50万とかするぐらいのレベルになるんじゃないかなと思います。はい、そしてねもう一つ、単焦点レンズで 85mmF1.4 の GM2、これに関しては、結構前からねある噂の一つになっています。まあ、確かに 85mmF1.4 の、単焦点の、まあ、シェアって正直シグマがめっちゃいいんですよ。僕が持ってるシグマの 85mmF1.4DGDN の、アートレンズっていうものがあるんですけど、それめちゃくちゃクオリティが高いし、しかも軽くて、もう画質めちゃいいんだよね。あれがやっぱり最強だなって僕の中でもずっと思ってるんですけど、やっぱそこのシェアをずっと取られてる以上、まあ、ソニーもねこの 85mmF1.4 のところがなかなかこう多分ね売り上げが低いんじゃないかなって僕思うんですよね。この GM シリーズたくさんある GM の中で 85mmF1.4 の GM をわざわざ選ぶ層っていうのが結構いないんじゃないかなと思います。もうシグマがやっぱりねズバ抜けていいクオリティと、あとコストパフォーマンス、まあ、本当に素晴らしいねバランスの取れたレンズを発売してしまっているので、そこのねシェアをおそらく取るためにここを狙ってるんじゃないかなっていうふうに僕は、まあ、予測しております。まあ、他にもねおそらく他社製品のまあシグマだったりタムロンとかも新しいねソニーの E マウント用のレンズ発売されてたりすると思うんですけど、今回というか先月発表された 24-50mm の F2.8 G レンズもそうなんですけど、ソニーのね純正のレンズどうやら生産がめっちゃ遅れてるみたいで、このね発表されてから発売に関してもこの 24-50 に関しては5月の後半中旬だったかな、結構先の発売とかに確かなってたんですよね。これがねちょっとこう欲しい人がすぐ手に入らない、こうもどかしいような状態を作り出してしまっているので、もしかするとこの後ねタムロンシグマが、まあ、結構ねクオリティの高いレンズとか出してくると、うわーちょっとソニー買う前にそっち買いたくないなって考えてしまう人ももしかしたら多いんじゃないかなと思います。はい、これからすごい楽しみな新製品いっぱい出ておりますので、まあもしね、まあ他にもねいろんな情報があればこれからも共有していきたいと思います。ちょっとねキヤノンとかニコンとか、まあ、他のねメーカーに関してはそんなにね、なんだろう、表立ったリーク情報みたいなのがちょっと少ないので、まあ今回はちょっと今月の3月に関してはちょっとソニーのリークの話だけにしたいと思っております。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。